ドラゴン族は許さない、リュウです。さあ本日はナンバーズ46新英竜ドラッグルーオンというね、モンスター、皆さんはご存知でしょうか。これセレクションボックスボリューム4で、ゲットできるモンスターなんですが、今日はこのモンスターをどうしても使いたくて、ドラッグルーオンに焦点を当てたデッキを作ってきました。ドラゴン族レベル 8×2 っていう召喚条件なんですが、ドラゴン使って出すくせにドラゴンめっちゃ気合いなんですよ、この人。あの効果3つあるんですけども、ドラゴン族ガンメタ、カードです。手札からドラゴン族モンスター1体特殊召喚するっていう効果か、相手フィールドのドラゴン族モンスター1体対象にしてそのモンスターのコントロールを得るっていう、要は永続的にパクれる、まあ、要するにジャイアンですね。おい伸びたっていうパターンですね。で、相手ターン終了時まで相手フィールドのドラゴン族モンスターは効果を発動できないっていう効果もあります。強い、普通に強い、強いんだけど、こいつね弱点があって、1ターンに1度自分のフィールドにこのカード以外のモンスターが存在しない場合、効果使えるっていう。いや他のやついちゃいけないの結構辛いんだよこれ、意外と。もうねこいつ活躍せんのめっちゃ辛かったんだけど、今日は、こいつを主役にしましてね、見てくださいデッキ、イニシエのルールガン積みっていうね、ほんと意味わかんないデッキになってるんですけども、要は8、2体並ばないといけないんですよこれ。だから、オルタナティブと西岸っていうのが一番並びやすいかなと思ってて、レベル8、2体は、まあ、他にもね、あの聖国とかあるんだけど、聖国とかはさ、ちょっとパワーが低くて、若干その8を2体並べるのちょっと難しいというか、6、2体並べた方が強いというか、があるんで、今回は純粋に西岸デッキで戦いながら、ワンチャンで、イニシエのルールから、なんかその8、2体並べたりとか、銀龍から西岸2体並べたりとかして、このドラッグルーを出していくっていうデッキに、しました。でね、今撮影日現在、今これ1月の13日なんですけども、精がめっちゃ多いんですよ。だからワンチャン活躍できるかなと思って、ドラッグルーをやってみたんだけど、そうでもないわ。そうでもない。これなんでかっていうと、その精眼デッキってさ、このインガステーザーとかサンダーブレイクとかめっちゃ入ってんじゃん。だから着地狩りされんのよこのモンスター、絶対めっちゃ辛い。はい、だから一応、ね、枠あるんだったら入れていいけど、まあ使うモンスターじゃないかなみたいなねことは思いますけど、一応ついでなんですけど、ドラグニティとか見たれるんでこのモンスター意外と。はい、早速ね、新炎竜ドラッグルーオンを作っていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、社長めっちゃいるんだけど、なんかこれハンド弱すぎなんだけど、これどうしたらいい。ハンド弱すぎてマジでこれやばいよね。これ普通にこれドラッグルーオンさ、これもう奇跡のプレイングしていい、先行ドラッグルーオンっていう。西岸でしょ、なんかワンチャン刺さんねえかな、先行ドラッグルーオン。さあいけ、オルタナティブホワイトドラゴン。そしてイニシエのルールを発動、イニシエのルールによってブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。そしてフィールドにはレベル8のドラゴン族モンスターが2体、ブルーアイズホワイトドラゴンとブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンの魂でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。ナンバーズ46新英竜ドラッグルーオン。そしてドラッグルーオンの効果、相手ターン終了時までフィールドのドラゴン族モンスターの効果は発動できない。これ強いのか。強いのか、これ果たして、果たしてこれは強いのか。セットエンド。さあ謎展開をしていく、あまりにも謎の展開。先行ドラッグルーオンとかもやったことないわ。なんかでも西岸デッキ相手にはちょっと強そう。ターン終了時まで相手フィールドのドラゴン族モンスター効果発動できない。だから太鼓とかは無理ですよね。それ無理ですよね。だから来た神ゲーだ。これ太鼓効果発動できない。これだってブルーアイズ出てこないですよ。でオルタナティブ出せるけど、オルタナティブの効果も発動できない。あ、いい。それはドラッグオンバーミリオン終わるか。でもドラッグオンバーミリオンマジ終わるかもしれない。やば。エネアードってドラゴンだっけ。エネアードもドラゴンですよね。エネアードもドラゴンだし、あっちがドラッグルーオン出してきたとしても、ドラッグルーオンでドラッグルーオンパクる効果は発動できないから大丈夫だ。多分大丈夫。あ、融合ツインバースト。でもそれも多分大丈夫じゃね。それ効果発動する効果だから、
ならぶん殴って効果発動できないよね。だって相手ターン終了時まで相手フィールドのドラゴン族モンスターが効果発動できないっていう効果によってそれ殴るけど除外されないっていう神ゲーだ。先行ドラッグリオンなんかちょっと強いんだよ。なんで太鼓の白石の効果、あ、それは発動できんの。あ、それあれなんだ、墓地の、あ、そういうこと。フィールドのドラゴン族モンスター効果発動できない、ふざけんなよ。墓地まで止めろ、気持ち悪いな。あ、霊竜の効果そうしない、よし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 、霊竜の効果発動しない。これマジ神ゲー大きいんじゃね。これさ、これパクったったらいいんでしょ。だからこれ、オルタナティブ除外して、ツインバーストもらって、もらって、あ、やばい、神ゲーだ。これめちゃめちゃ強い。バトルフェイズで、ブルーアイズになっていいよ。ブルーアイズになっていいですよ。さあ、白きネリの効果発動。さあ、ブルーアイズになることくらいしかできないが、なんと、このツインバーストドラゴン、戦闘では破壊されない。まあ俺が出したモンスターじゃないけどね。うおーっとかー、おりゃー。そして俺はマジックカード発動。まだ俺のバトルフェーズ終わっていないぜ。よみがえる俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーライツホワイトドラゴン、滅びのバーストストリーム。なんか取れ高完璧なんだけど。さあ、お相手の方、ユア君ですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、青木の剣士を召喚。青木目の剣士の効果を発動。太鼓持ってくればいいか。伝説の剣士、まあ、目覚めがありますから、まあ、太鼓ですよね。で、むずいんだよな、これ。調和打っといた方がいいか、これ。まあ、でも、どっちでもいいか。まあ、これ何、いいね、いいね、いいんじゃね。これ、なんか、すごいこと起きそう。で、ドラゴン目覚めの戦慄発動で、ブルーアイズとオルタナ持ってきて、で、オルタナ出して太鼓今2枚包丁食ったよな、俺な。これなんかデッキから無限にブルーアイズ出てくるぞ。あんまってこれ強いのか、それは。果たしてこれデッキなんだ。そしてルア君ってなんだろう、エクイップチェンジドラグニーってことですかね。まあこうですね。まあこうしてこうしてでこうしてで太鼓効果、イニシエのルール使う必要ないもんな、これで。ブルーアイズ、ブルーアイズでいいですかね、これね。これいや、これあ、こっちか。これ霊流の方がいいか。霊流出して、いや、ルールあるから、まあこれあれか、普通に聖眼でいいか。聖眼でいいや。すごい盤面だぞ、見てくれこの盤面、すごい盤面だ。見てくれこれ。すごいぞ、すごいぞ、かっこいいぞ。やばー、この盤面超かっこいいけど、バック1枚もないってめちゃくちゃ弱そう。まあスピリットドラゴンいるんでね、銀竜が変身すると一応結構強そうな。調和の宝札、これはあ、ドラグニティか。 OK、 ドラグニティ。まあでも銀竜になると、一応対象に取れなくはなるんで、ですね、アスカロン出てきたら銀竜になるパターンですね。そうですね。で、まあ解決札はいくらでもあるよ。あ、ていうかさ、待って、気づいたわ、ドラグニティってさ、ドラゴンじゃね。これ残るかな、これさ、フィールドにモンスター残ったらめっちゃヤバいこと起きると思うんだけど。バルーチャ、はい、これ残るかな。残んなかったら終わるけどね、普通に。残んなかったら普通に、あ、終わんねえか、別に。でもオルタナティブ墓地にいるから終わんねえわ、8人で出せるから。いや、これ神ゲー起きるわ、これ。全部処理されてもいい、なんなら全処理されてもいいよ、もはや。え、すごくない、やばいこと起きそう。ちょ、見せてみんなやばいこと起きるから今は。と、進化召喚 OK で、アスカの OK、 攻撃表示いいのか、それは。それでこれで、スプリットドラゴン効果発動して、銀竜特殊化して、対象取れなくなりましたので、戦闘で破壊してくださいモンスターになる。で、ドラグニティの真相を使う。まあいいわいいわ、それはもういいわ、それはもう全然いいわ、問題はない。え、ミステルもいんの、強っ。ミステルもいんのかよ。ミステル効果使って作るぜ。解除からの、アスカロン2体、アスカロン2体で止まるよねこれね。3000だから多分1体残るのか、多分。9ぜ、オッケー。はい、ドラグニティナイトアスカロン、オッケー。
ッケーオ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 ッケー、でセットオッケー、バトルオッケー、2体処理される、これ銀龍でしょさすがに、そうだよね、オッケー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 、でアノクステカードがちょっとわかりませんが、とりあえずですね太古の白石使いましてオルタナを回収します、でスキル発動します、オルタナになります、オルタナ効果使ってそれ破壊します、でアスカロン効果でバルーチャになりますと、はい了解です、でですねバルーチャ効果 で装備しますと、了解です、コズミカなんかちょっとされ、こうします、こうします、でオルタナ効果もう一回使います、強い強い強い、でアイスドラゴンやから来た神ゲーだ、ナンバーズ46新英流ドラッグルーオンをエクシーズ召喚、ドラッグルーオンのモンスター効果を発動、オーバーレイユニットを一つ使い相手のフィールドのドラゴン族モンスターのコントロールを得る、さらに俺は手札よりマジックカードイニシエのルールを発動、現れろブルーライツホワイトドラゴン、うわはははは強い、わあ取れ高完璧かよ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、バランスほう20枚、20枚バランス、わかんねえな、なんだアリオヤシ DD チェッカー、誰このカードがフィード上に表が表示存在する限り、やっぱ強っ、何こいつめっちゃ強いんだけど、これ俺さ、え待って、これさ光属性特殊召喚できるのかなりやばくね、これホワイトオブレジェンドの効果って発動できないよね、これやばいな、これやばくないですか、普通にこれやばい、言ってることやばくないですか、なんかあれこれ認証ルールは使わないんだ、え強い、何これ強、この人やばいやばいやばい、これも使えないのか、罠引いて抜くしかないぞ、あいつやばいぞ、おい会話今やばいこと起きてるぞ、コズミックサイクロン強い、あでもまあまあそれはいいか、まあ、認証ルールは別にいいわ、それは別にいい、これアドバンス召喚しかないのか、じゃあえそんなことある、マジでこれなんかカイザーシーホースがなんか入れてこないとこれ出せないじゃん、やばっ、罠引いて、罠引いて、罠引いても無理か、 DD チェッカー2体はこれ待ってくれ、おいやばいこと起きてるぞ、やばい嘘だよこいつ、クソ強いじゃん、やばすぎて草、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限りお互いに光属性モンスターを特殊召喚できない、クソ強い、しかも闇属性機械毒や、革命が起きそうな音がするな。